タックル紹介。はい、どうもケイダです。今半袖半ズボンやけど、まあ、11月なんやな今日。11月なんですよ。さっきちょっとこのタックルで遊びに行ってて、だからちょっと今ふざけたタックルで来てるんですけど、マスレンジャー何やってんの？照明。11月3日って。あ、11月。そう、じゃあさっきっ見せたから。あ、そう、うん、あの散るの時にあれも入れようかな。あ、今のナウのナウやでっていうのを、まあ、照明いるわな、うん。まあ、11月で、まあ、最近やっとちょっとバスで行き始めて、で、まあ、タックルボックス紹介しようかなと思って今回撮ってもらってます。はい、じゃあとりあえずいつも通りハードルはから。はい、はい。まあ、決してほんまに夏じゃないんで、まあ、結構洋さん入ってるけど、まあ、適当にこの辺から紹介していこうか。まあ、これもさっき遊びで入れた GC ミノーの 5かな。はい、これなんかウェブショップ限定で売ったやつです。で、これもちょっと海用でティンセル前で自分で足ヒソックつけたメタルバイブ、まあ、これもちょっと海で遊んでるやつで、でなんか最近ちょっと前になんか SNS で見たこの小池ストレートってやつを半分にちぎったやつを試してるんですけど、まだ釣れてません。ほんまに釣れるんかなって感じ。これはなんか、まあ、あの実は小池ストレート今んとこ1匹も釣れてなくて、でこの半分にカットしたら釣れるよって見たからやったけど、今んとこまだ釣れてないと。で一応これネコリグも試してます。重たいネコリグで、これあのシンカーがこのシンカーをぶっ刺して、このシンカーのこの穴に針をかけることによってシンカーを飛べへんようにやってる感じです。まあ釣れてないけど。でこれはストモラマントレーラーにベローズギルエラストマン 2.8、うん、まあ釣れてないけど、うん、釣れてない。まあ、エラストマンのパワーを信じて、まあ、これもね、これもラバージグの 9g かなにベローズギルエラストマン 3.8 つけて、うん、釣れてないけど、うん、試してます。まあ、エラストマンなんか可能性秘めてるから。でワインドヘッドの 7g に、まあ、フィッシュフライつけてないけど、これも海用で入れてるっていうか、まあ、バスってあんま使ってないかな。バスで使うの 3g なんで、大体いつもバス行くとき 3g 入れてるけど、今入れてないです。最近使ってないから。で小池の 13mm の森源流、まあ、これは多分釣れると思うけど、サイドでしかもったいないから使ってない。でクジャラの4分の1カット、まあ、これは釣れるわな。ジュゲットワッキーの針でクジャラっていう感じで、まあ、エラストマーいっぱい入れて、エラストマーはなんかいつもよう言われるんやけど、ハードルワーとエラストマー混ぜても解けません。これは、うん、ここにこのワームを入れた瞬間、このワームについてるオイルというか可塑剤がエラストマーと化学反応を起こして解けるから、うん、ハードルワーは大丈夫。逆にハードルワーのとこにワームを入れると、そのワームの多分可塑剤でハードルワーの塗装が死んでまう時があるんで、最近のルワー大丈夫かな。昔の爪生地とか使ってたヘッドも知ってると思うけど、塗装がくしゃくしゃになって終わってます。ベタベタになって。だからなるべくハードルワーには、まあ、ワームは入れへん方がいいかなと。エラストマやったら全然大丈夫なんで、エラストマ同士やったらこのいろんなエラストマ混ぜても大丈夫です。ただあのディスタイルのやつは分からへん。ディスタイルのやつはなんかオイルみたいなやついてるから、あれは溶けるかもしれへん。まだ試してないです。はい、で、はい、なんかハードルワーはマイクロザレバイブついてんねんけど、まあ、これはちょっと毎年秋を使うやつで、で、これが今年ちょっとハマったやつ。TD ハイパークランクの、これ分からへんわ。106なんじゃらかんじゃら、なんじゃらかんじゃらってやつで、リップ短い方。と、リップ長い方持ってきたつもりやけど、これ短い方やわ。最近長い方買ったんやけど、変えたんやけど、持ってきてるのは短い方ですね、これは。入れ間違い。まあ、ようあることやな。で、クランキーダーダー。で、これ、クランキーダーダーと、ハイパークランクってめっちゃ似てるんやけど、うん、こっちの方が多分、魚呼ぶ力強くて、まあ、ラトル、うるさいし、動きもちょっとこっちの方がワイドかな。なんか強いかな。で、こっちの方がちょっとフィネスかなと。で、こっちは、ハードタック、ハードじゃん、ヘビータックルでも投げれるけど、こいつはヘビータックルで投げるの結構難しいとか、軽い。だから、どっちかというと、ミディアムタックルとか、で、ヘビータックルの使い分けかな。あとちょっと広いとこから魚を呼びたいときとピンスポットで使い分けてる感じです。でこっちの方が飛距離飛びます。ラトル入ってるんで、これなんかラトル入ってないからってやつあるんやけど、あれは飛べへんみたい。なんせめっちゃ釣れるんで、これはめちゃくちゃおすすめ。
変えたら、うん、変えたら、まあ、多分変えると思う。クランキーだったら変えやんかな。なんかあんま売ってない、入荷せえへん。で、まあ秋やから好きなベイ入れてます。で、ちょっと前発売した AK バズの、まあ右曲がりと左曲がり両方入れて、まあちょっとなんか新しい機構っていうのかな、新しい構造のバズベイだからちょっと面白いです。まあそんな感じで秋らしいの入れて、で、ワームが、まあ、ワームの方がよう使うから、ワームの方がメインかな。いっぱい入れてるんやけど。カメオちゃんよ。カメオ。はい。で、まず、このなんか、紐っていうか、糸出てるから、こいつから打ってほしいから、こいつから紹介します。はい、これ、スーパースティックの4インチ高比重。で、もうこうやって置いてて、ヘビキャロ、すぐできるように。これもヘビキャロのリーダーです。これね。60センチぐらいでヘビキャラのリーダーとして、まあ、ここにバット入れて、まあ、これがハードロアの方とかに行ってもうぐちゃぐちゃになる時あるからめんどくさいんやけど、まあ、作るの楽やからこうやっといたら。で、まあこの時期昔はよう紹介してたミニチュアラバージグ、これはビビビショットの 5g、 まあこれもよう釣れるんで、だいたいこのぐらいの時期からヘビータックル1本の釣りじゃなくてミディアムタックルとかベイトフィネス使うことが多くなるから、ちょっと軽めのもんが主体です。なんか秋って大きいものよりもちっちゃいものの方がよう釣れるし、数釣ってでかいのを混ぜていく釣りの方が好きなんで、こんな感じ。これも 5g のミニスコン。これは 7g のミニスコン。これも多分 5g のミニスコン。ミニスコン多めで入れてて、で AK パンチ。これはなんか秋、普通に大きい投げでブルブルやって、リフトアンドホール、バイブレーションみたいな使い方やって面白そうやな思って入れてます。もうまあ、でかいのも期待してます。早く出してほしい。でかい方が自由あるやろ。どの世界でも。で、羽エビ。これなんかバス用のやつ発売してたから、バス用のやつ買ってみた。まあ別に気分転換かな、これは。バスから？バスから。で、バスは 2g と 3g をメインで使ってます。海やったら 3g と 5g やけど、バスは、まあ一番使いやすいのは 3g。これはトレーラーがフィッシュフライであっても、羽エビであっても 3g が一番使いやすい。あ、木材でっかいな。めっちゃでかいやん。すごいな。この駅にこいつ食べれるバスは折れへんやろな、うん、足ないけどな。今からこれで多分産卵に向かうはずやで、多分海へ行く、多分海へ行くはず。今が一番多分味噌が詰まってて美味しい時期やったんちゃうかな、すごい。卵入ってたんだろうかな、確かメスは。はい。で、チャター多め。秋はもうチャター投げといたらとりあえずバス釣れるから、なんか他の楽しみをなくしてバスをただ釣りたかったら、まあ、個人的にはチャターだけやったらええかなと思ってます。それぐらいチャターは信頼してて。で、だいたい秋、なんか野池行くこと多いから、で、小バスいっぱい釣りたいから、AK チャタージュニアをよく入れてて、で、昔よう釣れた、いい思い出した、なんかこの、シェイキーチャターやったかな、今勝の。知らんやろけど、あんまり。これが、まあ、今使ったらよう釣れるんちゃうかな、思って入れてます。で、海用の半々トレーラーの、トレーラーのちゃうな、半々トレーラーをグーにしてます。テイス4機なんか昔、フィッシュシャローから出た、慶応チャターやったかな、めっちゃちっちゃいチャターあったんやけど、そのチャターがよう釣れたんで、で、もうこれもよう釣れたんで、懐かしいな思って入れてます。慶応チャターは手に入れへんかった。で、キャラメルシャット 3.5 入れて、去年紹介したあの、ヘビ弾やるために、このヘビ弾のリーダーもここに組んで作ってます。ワンタッチでできるように、スナップにつけるだけで。で、デカハネエビ。まあこれもバス釣れるんやけど、正直まあちっちゃい羽エビやったらいらんかな。ベイト1本で行く人はこれもよう釣れるかもしれんけど、ちょっと正直 PE じゃなかったらやりづらいし、なんかあんまり出しどころが今のところ分かれへん。足元で水深あってみたいなとこやったらええかもしれんけど、入れてます。で、ギミ、あんま動画にしてないけど個人的にはめっちゃ好きなワームです。はい、あんまり動画にはしてないけど。で、ピンクロースティック、これはこの間坂又の高比重欲しくて、坂間の工事家になかったから入れたやつっていう感じかな。なんかあんま面白みないな、秋の。これと言ってないやろ、秋は、うん、まあ、あの、そんなもんかな。こんな感じかな。ちょっと半々トレーラーのね、これで行くわ。撮ってるもんこれ、うん。昔バッスリやってた人やったら分かるけど、昔バッスリとか昔からやってて
使ったことある人やったら分かると思うけど、半々トレーラーの猫リグめちゃくちゃ釣れたからな。半々トレーラー、うん、ほんまによう釣れた。まあまあレードジャパンから発売されてるもんな、これ。そうなの、うん、レードジャパンから半々トレーラー発売される。あ、エグバグやった、間違えた、危ない危ない。あかんよ、そんなに。エグバグです。投げるの、これはさすがに軽いやな。いや。こいつらほんで、あの歩く方向みんな一緒なおもれでな。ほんまや、絶対一緒やな。新しいやつやもんな、こいつ。そう、逆方向に歩くもんね、絶対こいつら。幻覚見える。幻覚かな。あ、当たった。来たやん。なあ。なんで乗れへんねんこれ。トレラフックついたはずやけどな。取れる？ついてるけどな、トレラフック。パチッてってた。めちゃくちゃ釣れたよ、ここ。毎日普通にずっと釣りしてたやん。おった。何それ？バス？バスやろ。跳ねてるもん。あ、外れた。そうだね。そっち取ってる場合ちゃうかったよ。怪獣で40ぐらいの食ってきたで。もう一回投げて。びっくりしたよ。何気なくピッて投げたら向こうで当たってやな。一回飛んで。なんか違うの投げたら。もうでもあかんちゃうかな。ここで。カメラとか撮ってたら食えへんねんね。できへんもな。乗れへんかったんかな。今のはちっちゃかったわ。違うの投げたらいい。乗りそうなのこれじゃない。釣れたやん。さあ、ちっちゃいけど。あかんな。あるか。おもろ。これって帰るんかな。帰るか分からへんけど、おすすめです。こっちだな。はい。今なんか全然死んだ。ちょ、普通に売ってるやつ。普通に打ってないんだけど、ほんまになんか可愛いだけかな、もだけで釣れるから、おすすめ。ガリファイル、ちっちゃいやつ、うん、このマスレンジャーもおすすめ。何やっても折れへんから、すごいいいな。いいでな、かっこいいでな。色かっこいい。終わろうか。今年は秋、バス釣り動画多めにあげるんでよろしくお願いします。